風景。風景とは、目に見える様子、景色のことである。類似語に、景観、光景などが挙げられる。絵画作品の題材や写真作品の題材にされたり、観光資源として活用される場合もある。景観は、客観的な景色、ランドスケープに用いて、主に都市など、人工的なもの、用語例として、都市景観、風景は、主観的な景色、 ランドスケープに用い、主に自然に対して用語例として自然風景使われることが多い。ただし、盛り場風景、授業風景などの用例もある。また、光景は瞬間的なもの、景観、風景は持続的なものに使われることが多い。現在では、景観と風景はほとんど同じ意味で使われる。しかし、近代合理主義的理解が、 支配的だった頃は、景観は客観的に対象を記述するもので与え他を含まないとされ、風景は逆に主観的な情動で客観性に欠けるとされていた。今でも若干その傾向は残っており、風景は原風景、風景美のように、景観は文化的景観、歴史的景観、景観評価のように使われる。古代以来の伝統として和歌の歌枕があった。 名家に読まれた土地、名所を訪れ、個人を忍んで歌を詠むという伝統があり、住吉の浜などが有名な歌枕であった。中国で発達した山水画は日本にも大きな影響を与えた。山水画では名所として少々八景、湖南省道帝湖付近の風景が選ばれ、好んで画題とされていた。日本の画人も少々八景を題材としたが、 その影響で、室町時代末以降、大見八景、琵琶湖付近の風景が選ばれた。また、雪舟の水墨が、天の橋立図も有名である。江戸時代初期に、松島、宮島、天の橋立が日本三書機関と呼ばれ、やがて日本三景として定着した。江戸時代は、各国の地理に関心が高まった時代で、都名所図絵、江戸名所杖などの観光。 葛飾北斎の富岳三十六景シリーズなども自然風景への関心を示していると言えよう。明治時代中期にベストセラーとなった志賀シゲタカの日本風景論1894年は日本人に新しい風景感をもたらしたと言われる。ナショナリズムの立場から日本の風景が変化に富み、優れていることを説いたものであるが、自然の中に美を見出そうとする態度は後に、 大きな影響を与えた。また、登山について実用的な案内も行っており、登山ブームのきっかけにもなった、アルピニズム参照。新たな風景観の中で、オゼや上高地などが自然風景として評価されるようになった。1934年には、国立公園として、瀬戸内海、雲仙、霧島の3カ所が初めて指定され、同年、阿寒、大雪山、 日光、中部山岳、阿蘇山の5カ所が追加された。また同じ頃、外貨獲得のため観光地を整備するという政策が取られ、その一環で、上高地、雲仙、滋賀、赤倉、阿蘇、鎌郡、唐津、松島、琵琶湖、川名、日光などに国際観光ホテルが建設された。鉄道など、交通機関の発達も日本の風景に、 大きな影響を与えたと言える。なお、日本における風景の原理は、風光であり、景そのものではなく、風と光の織りなすものといった意味があるとの指摘もある。景観と比較して、風景は自然が中心で、人工ものは典型である。風景も景観と同じく主体との関係はあるのだが、これを鑑賞できる一定の教養を前提にしているから、 その水準での主観性を持ちやすい。日本三景、大見八景などはその例である。風景の方は多分に、心情的な面が強く、古くから使われてきたから市民的には使いやすい言葉である。風景という言葉には、文学的、芸術的なニュアンスが多く含まれており、景観よりも柔らかで、心情的な響きがあって、こちらの方が的確に表現できる場合もある。 文芸評論家、奥野竹雄の文学における原風景は作者の心に内在する風景を取り上げたものだが、それ以来原風景という用語がよく使われるようになったとされる。これを原形感とは言えない。自然や人造物の一部を風景と捉え、主として美的感性によって観察、評価する文化的態度。日本では山水が浮世絵。 和歌や俳句、茶道や庭園などが風景鑑賞の文化を背景に発展した。具体的な風景の影響を受けて生まれた作品も多い。八景式鑑賞法などがある。風景とは自然と人間との間に作られる関係で、時代、地域、民族、宗教などによって、人々は風景に独特の意味を与えて、その思想を表現する。そこには、 自然に神を見る思想や死後の金庫を望む考え、自然との関係に先人の知恵を感じる思想や将来の可能性を見る立場などがある。優れた自然景観を持つ地域。近代以前の地上には風光明媚な地域や場所は無数に存在したと言われるが、その中で多くの人に愛され、死に歌われ、絵に描かれたようなところが著名な風景地として定着し、 現在において文化的存在となっている。風景についての見解や認識、鑑賞法や評価法、改造論や操作論など様々な角度からの論考。日本で最初の近代的風景論は、滋賀の日本風景論1894と言われる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。